なんかね、なんかでもね、今日ね、夢でね、でもちょっとホラーな夢があって、なんかその脱出しないと出られないみたいな、閉じ込められちゃって脱出しないと出られないっていう夢を見て、それで、あ、なんだっけ、結構ヒントはつかめて、いろいろつかめたんだけど、最後の一歩がいかなくて、で、最後の一歩、鍵をね、開けることができたのね。鍵を開けることができて、で、まあ脱出できると思ったら、そのなんか脱出するなんか鍵開けた時に、子供がさ、出てきて、ぴょーんって。で、子供に追いかけられる、追いかけられる。子供を追いかけるんだっけな。子供に追いかけられるか追いかけるか忘れちゃったんだけど、追いかけるだったと思う。追いかけて捕まえないと逃げられませんみたいな。捕まえて、で、そしたらなんか近くにいたおばあちゃんが、あ、これでなんか、私も若くいられるわよみたいな、よくわかんないけど、なんか、その小さい子の世紀、その生きる気力っていうの、なんか活力、それをなんか奪い取れるわみたいな、なんかちょっと元気になれるわみたいな感じのことを言って終わったの。何なんだろうと思って、何の夢なんだろう。ちょっと待って、熱っ、話し始めると熱いんだけど、なんでや、ありがとう。夢すごいよね。なんか別になんかすごい怖かったってわけじゃないんだよ。すごい怖かったっていうわけじゃなくて、何なんだろうね。悪夢だったわ、悪夢なんかな。